古いパソコン端末の処分に困っていませんか？ラブドゥ .org に寄付してください。世界を少しでも良くするために役立ててください。私たちラブドゥが破棄された何百万台もの端末を教育が最も必要とされる場所に運び込みます。ラブドゥは全ての機密データを削除し、子どもに優しい教育プログラムを現地の言語でインストールします。続いて二酸化炭素を排出しないよう飛行と郵送を手助けするボランティアが、子どもたち、学校、孤児院、難民プロジェクトに偏りなく届けます。寄付したパソコンがどこに届けられたのか、どのように使われたのかをオンラインで確認することも可能です。子どもたちや難民の人々があなたのパソコンを使って IT スキルを学び教育を受けます。パソコンが壊れた場合は無料で交換し、リサイクルのために返却されます。ラブドゥと一緒に役に立ちましょう。